はい、じゃあ頼まれた3番いきます。A、 次の1から7の英文中の空所に入れるのに最も適当な語句を以下の A から A から選べます。 How なんちゃら is it from here to 札幌と、まあ、ここから札幌までどのくらいの距離がありますかですね。確かに距離って単語なんだけど、これ How far って言い方ね。 How far って言い方、じゃあ How far、 これが、U が回答ね。で、まあ、ディスタンスを使うんだったら、What is the distance? What is the distance from A to B でいきましょう。ね、What is the distance from A to B ね。はい。で、2番。あと、時間の場合は、How long does it take? の形ね。How long does it take? いいか。はい。で、2番。How long does it take from A to B の形ね。はい。はい。太郎は、あ、これね、はいはい。これね、書こうか。ちょっと待ってね。ペンで書こうか。ちょっと待ってくださいね。ペンを出すから。自動詞で、ライ、レイ、レイン。こうね。これは横にすると。で、これ他動詞で、なんなんを横にすると。たら、レイ、レイド、レイドか。この活用が分かってるかって問題ですね。もう一回言います。自動詞っていうのは、ライ、レイ、レイン、横になるね。自分で横になる場合。で、これは、なんなんを横にすると。なんなんをっていうのがあれば、他動詞だから。レイ、レイド、レイド。じゃあいきますよ。太郎は彼のコートをソファーに、ソファーに彼のことを横にしたと。ですよね。ということは、こいつが欲しいと。レイドが、う。いいね。他動詞ね。で、だからもう、あーといいといえは違うと。うね。いいかな。これ確かにいい問題ですね。で、3番。春子は、これ結婚するか。結婚しましたって言い方だから、マリーね。マリーで行くか、ゲットマリードトゥー人で行くか、どっちかです。フランス人と結婚して今パリ住んでますと。で、4番。トマトスープは、良い、これ味がするですね。テイストね。第二文型を導くテイスト。いい味がすると。要は美味しいと。何を入れたんだいと。はい、そういう英文です。で、5番。私はシャワー、ドアのベルが鳴った時に、私はシャワーを浴びていましたか。ということは過去の進行形ね。過去の進行形。で、すいませんが、excuse me, but, could you tell me, 私にこれから教えてくれませんかと。トレインのチケット、どこで買うかか。何なの仕方だと how to でも OK なんだけど、まあ、合ってるのは how, where to ですね。what だと何を買うべきかだから、これおかしいですね。はい。で、7番。かなこは、ちっちゃな、茶色の犬を飼っています。持っています。チョコと呼ばれるか。という名付けられたと。いいですね。はい、そこまでいいかな。はい。で、次こっち行って。次の1から3の英文の、で、誤りからのどれですか。はい。いきます。1番。あ、これ具体例は、ファーニチャーは家具っていうのは複数形にはしないよってやつ。じゃあ、I have finished writing my paper yesterday。この場合のペーパーは紙じゃなくて、レポートとか論文とかそういう意味ですね。And I am going to make my presentation tomorrow と。これ、yesterday があるから、yesterday があるときって過去形ですよね。だから、これ答え方は、丸だけで、あ、正しい形も選択権のか。ということは、答えは、あにして、あに、あを書いて、フィニッシュとにしてください。こうね。はい、2番。We'd like to ask Kaori a lot of questions as soon as she will arrive. はい。これ、高1になってすぐ文法で、副詞節、時を表す副詞節を習う。まあ、as soon as とか before とか when ね。その時には現在形にしろって習うから、この答えはこれね。A が回答で、C だから、アライブ図かが回答です。じゃあ3番。It is easy to find books on the internet. このインターネットでは合ってますね。on the internet. Then at the bookstores. ザンがあるってことは比較級。だから比較の形にしとかないといけない。でも比較になってないですね。ということはこれが easier にしとけばいいと。これをね。いいですかね。これを easier にしとけば正解です。だから回答 A ね。A が正解。いいでしょうか、そこまで。はい、じゃあ以上です。